こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では大人のデート服というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。結構皆さんからのコメントを見てみますと、大人の男性はデートの際にどんな服を着ればいいですかというものがですね、少なくないんですね。まあ確かにですね、デートだとか女性に会う時にどんな服を着ればダサく見えないのかなとか、どういう服だったら女性に好感が持たれやすいのかなというところは多くの男性が気になっている項目なのかなというふうに思っています。ということで今回の動画では、大人の男性がデートだとか女性に会う時にどんな着こなしをすればいいのか、ここをユニクロの服を中心にしながら皆さんに解説をしていきたいなというふうに思っています。もちろんですね、予算が多ければ多いほど洋服の選択肢は広がりますし、素敵にも見せやすいんですが、今回はユニクロの服を中心にしながら皆さんにですね、なるべく取り入れやすいようなスタイルを提案したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルではメンズファッションの基本をですね、皆さんに解説してるんですが、もう少し中級者的なコーディネートですとかアイテムについて知りたいという方は、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップというものがありますので、下の詳細欄からぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速解説をしたいなと思うんですが、まず具体的なコーディネートをお見せする前に、どういう点を意識すると女性に好感を持たれやすいのか、ここをですね、理解することがめちゃくちゃ大切かなというふうに思っています。まず最初に理解しておきたいのは、女性はどういう男性の着こなしが苦手なのか、ここをですね、しっかりと押さえておくことなんですね。今まで僕は本を書くために、いろんな女性の方にどういう男性のファッションに好感を持ちますか、または苦手意識を持ちますかということをですね、聞いてきたんですが、もちろんですね、女性の好みというのは人それぞれ違うので、好きなスタイルというのはたくさん出てくるんですが、やっぱりですね、苦手なスタイルというところには共通点があるんですね。具体的に言うと、まず一つ目は清潔感のない着こなしは苦手という女性がめちゃくちゃ多いんですね。この清潔感という言葉って結構皆さんも聞くかなと思うんですが、具体的に清潔感がない着こなしはどういうものなのかというと、ヨレヨレだとか匂いがありそうだとか、あとは長く着古しているだとか、こういう項目があるんですが、中でもコーディネート全体がカジュアルすぎる、これがですね、苦手だという方がすごく多かったんですね。よくですね、メンズファッションにおいて、綺麗めとカジュアルのバランスが大切という話が出てくるかなと思うんですが、例えばジャケットだとか、革靴だとか、スラックスだとか、こういったものは綺麗めなアイテムで、一方でスウェットだとか、パーカーだとか、あとはチノパンだとか、スポーツブランドのロゴがしっかり入っているようなスニーカーはカジュアルなものになるんですね。結構ですね、女性の方に話を伺うと、もう全身がカジュアルすぎる着こなしがあまり好きではないという方が多いんですね。例えばチェックのネルシャツだとか、ヨレヨレのチノパンだとか、色落ちが激しいジーンズだとか、あとはカジュアルすぎるスニーカーだとか、こういったものの印象はあまり良くないので、綺麗めとカジュアルのバランスで言ったら、やや綺麗めに振ってあげた方が大人のデート服としては適しているのかなというふうに思っています。そしてもう一つですね、女性が考える NG 服でよく出てくるのが、あまりにカッコつけすぎている服というのもですね、これまたあまり印象が良くないんですね。これは結構意外に感じるかもしれないんですが、めちゃくちゃおしゃれすぎるのも一緒にいる女性としては結構プレッシャーに感じるようなんですね。ですので、あまりにトレンドに寄りすぎていたりだとか、お金がかかっている感じがバリバリに伝わってくるような着こなしっていうのは、あまりですね、好感度が高くないのかなというふうに思っています。ですので、大人のデート服としては、綺麗めかカジュアルかで言ったら、ある程度綺麗めな方がいいかなと思うんですが、あまりに綺麗すぎたりだとか、トレンド感満載という形ではなくて、適度にカジュアル感があって、隙が感じられるような着こなしの方が、好印象が得られやすいということも、頭の片隅に置いていただければなと思っています。この点を考慮しながらですね、この後具体的なコーディネートを2つご紹介してみたいなと思いますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。はい、実際に着替えてみました。いかがでしょうか。こちらがですね、さまざまな季節に使いやすいような大人のデート服の基本になるようなスタイルかなというふうに思っています。着ているものをですね、簡単に解説をしますと、一番上に着ているのはネイビーのジャケットですね。こちらはユニクロの感動ジャケットという定番アイテムになっています。そして内側に着ているのはウォッシャブルコットンメリノセーターですね。これも定番的なアイテムで、カラー展開はたくさんあるんですが、僕はホワイトを選びました。そしてボトムスにはこれまたユニクロの定番であるブルージーンズを選んでいます。シルエットに関してはこれは体型によってどれを選ぶのか変わってくるかなと思うんですが、痩せ型の方はスキニーフィットでいいかなと思いますし、普通体型からぽっちゃり体型の方に関してはスリムフィットを選んでもらうとバランスがいいかなというふうに思っています。ピタピタにならない程度の細さっていうところを意識してもらうといいかなと思っています。そして足元は見えなくて申し訳ないんですが、ブラックのレザースニーカーを合わせています。
これはですね、今回ユニクロではないんですが、例えばナノユニバースですとかビューティー&ユースのようなセレクトショップで購入することができるので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。まあ、この着こなしというのは結構ベーシックで、大人の男性であれば誰でもですね、似合いやすいスタイルなのかなというふうに思っています。先ほどちょっとお伝えしましたが、デート服にはですね、適度に綺麗さが漂いつつも、そこまで決めすぎないスタイルがいいよというお話をしたと思うんですね。その上でジャケットというものがあるとですね、これ1枚があるだけで適度な大人っぽさだとか綺麗さというところが表現できるので、これはですね、まずデート服としては間違いなくあっていいのかなというふうに思っています。そしてこのジャケットの下に着るものなんですけども、基本的には襟付きのシャツなのか、もしくはニットだとか T シャツのような襟のないものなのか、この2択になってくるかなと思うんですが、一応ジャケットというものを着ているので、その内側にですね、またシャツを着てしまうと結構綺麗すぎてしまったりだとか、ドレッシーな雰囲気が強すぎてしまうので、僕はですね、襟のないニットだとか T シャツの方が適度にカジュアル感があって、好きみたいなものがですね、生みやすいのかなというふうに思っています。で、ニットの色に関しては様々なバリエーションがありますが、ブラックだとかダークグレーでもいいんですけども、少し清潔感だとか爽やかさを出すという意味では、ホワイトなんかを持ってきてもらうとバランスがいいのかなというふうに思っています。そしてボトムスに関しては結構悩んだんですが、今回僕は定番的なブルージーンズを選びました。まあ、本音を言えばネイビーのジャケットに対してネイビーのスラックスを合わせてセットアップを組みたいなとも思うんですが、そうするとスタイルとしてはかっこいいんですけど、ちょっとデート服としてはキザに見えすぎてしまうかなと思ったんですね。その点ブルージーンズというのは誰が見てもベーシックで親しみやすさというところが伝わりやすいので、決めすぎないスタイルとしてはブルージーンズぐらいの方がいいのかなというふうに思っています。もしくはブルージーンズをですね、ブラックジーンズに変えてもいいかなと思うので、このどちらかで対応した方が僕は程よくですね、親しみやすさというところが出やすいのかなというふうに思っています。で、靴においてはですね、僕はブラックレザースニーカーを選んだんですが、これは僕が普段お伝えしているような白のレザースニーカーでもいいかなと思うんですが、やっぱり汚れが目立ちやすかったりするので、ブラックレザースニーカーの方が管理がしやすいかなというふうに思っています。このような着こなしというのは定番的で、正直ですね、あまり面白みがないので、僕自身はそんなにすることはないんですが、デート服ですとか女性に好感を持っていただきやすいような、まず間違いがないようなスタイルとしては皆さんにとっても参考になるのかなというふうに思っています。ちなみにこの着こなしの中に、例えばブレスレットを入れたりだとか、ネックレスを入れたりだとか、ウォレットチェーンをつけたりだとか、何かアクセサリーを入れたくなる方もいらっしゃるかなと思うんですが、なるべくこういった装飾品というものはつけない方が印象がいいかなと思います。こういうようなアクセサリーというのは結構賛否両論があるので、まずつけない方が安心かなと思うので、その点も頭の片隅に置いていただければなと思っています。もし何かアクセントを足すとしたら、まあ、時計ぐらいかなと思います。僕は今回 Apple Watch をつけているんですが、まあ、こういったものをつけてもらうと適度に今っぽさというところも漂うかなと思うので、まあ、頭の片隅に置いていただければなと思っています。ただ今動画を撮影している季節は冬なので、この着こなしではさすがに寒いので、この後ですね、真冬に対応できるような着こなしをもう一つご紹介をしてみたいなと思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか。こちらですね、秋冬の着こなしとして皆さんにご紹介をしたいなというふうに思っています。着こなしをですね、簡単に解説したいなと思うんですが、まず一番上に来ているのはユニクロの定番のチェスターコートですね。こちらは毎シーズン並ぶユニクロのですね、間違いのない鉄板アイテムなので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいんですが、冬のアウターというとダウンを着られる方も多いかなと思うんですけども、ダウンだとどうしてもカジュアルに見えすぎてしまうので、できればデートの際にはこのような着丈の長いですね、きれいめのチェスターコートを選んだ方がバランスがいいのかなというふうに思っています。先ほどはジャケットを着ていましたが、ジャケットの代わりがこちらのチェスターコートになるようなイメージかなというふうに思っています。そして内側に着ているのはこちらも同じくニットなんですけども、こちらはユニクロのウォッシャブルミドルゲージニットなんですけども、先ほどのニットに比べると少し厚みがあるんですね。ですのでこの上にジャケットを重ね着するよりはですね、このようなロング丈のアウターに相性がいいセーターなのかなというふうに思っています。今回僕はですね、ダークグレーを選んだんですが、これがですね、なかなかいい色合いになってるんですね。深さのあるグレーなんですけども、色にですね、ちょっとムラ感があるんですね。その風合いがすごくいいので、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、ニットにはですね、様々なカラー展開がありますが、先ほどご紹介したようなホワイトを選ぶとですね、爽やかな着こなしになりますし、このようなグレー系を選べば秋冬っぽい着こなしが完成するので、ぜひですね、バリエーションの一つとしてこういったグレー系のニットというところも用意をしていただきたいなというふうに思っています。そしてニットの内側にはですね、白 T を入れていますね。
少しだけなんですけども、ニットの内側にこの白の T シャツが覗くことで清潔感だとか明るさを取り込むことができるので、ぜひですねこの重ね着も皆さんトライをしていただきたいなというふうに思っています。そして下半身は先ほどと全く同じですね。ボトムスはブルージーンズと足元はブラックのレザースニーカーを合わせています。まあ、このようなコーディネートが主に秋冬の鉄板になりますので、ぜひ皆さんにもですね頭の片隅に置いていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人のデート服というテーマでお話をさせていただきました。まあ、ファッションの正解というのは様々な形があるので、あくまで一つのベースとして皆さんの頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。ポイントは2つですね。清潔感が漂うようなややきれいめなスタイルを目指すということ、そしてもう一つはあまり決めすぎないということですね。ここを理解しつつ今回の着こなしというところを参考にしていただければ、きっとマイナス点を取ることはないのかなと思うので、よかったら参考にしていただければなというふうに思っています。まあ、今回はベーシックなスタイルと秋冬バージョンということでお届けしましたが、今後ですね春夏バージョンですとか、もう少し上級編みたいなところもお伝えしたいなと思うので、よかったらそちらも楽しみにしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。